アヌティン・チャーン・ウィーラ・クーンは、タイ王国の政治家である、バンコク出身。アピシット・エイチャ・チーは政権下の内務大臣を、歴任した、チャワラット・チャーン・ウィーラ・クーンの息子である、セーティン・ニック・チャーン・バイラクルと結婚し、二次を設けた。その後、サセトーン・チャーン・バイラクルと再婚した。アヌティンは、1989年に、タイのアサンプション・カレッジを卒業し、 アメリカ合衆国のホフストラ大学で工学の学位を取得した。父のチャワラットは対応手建設会社のシノタイエンジニアリングコンストラクション創業者であり、アヌテン自身も工学者として社長に就任したことがある。シノタイエンジニアリングはタイ第3位の建設会社であり、バンコクのスワンナプーム空港建設などの国家事業に関わっている。 2019年の資産報告書によれば、アヌティンは3番目に保有資産の多い国会議員である。1996年に当時外務大臣だったプロチップチャイヤさんの秘書として正解入りを果たした。その後、2004年から2005年にかけて副保健省を2004年の間副省務省をそれぞれ歴任した。長年にわたり、 国家開発党や対愛国党などの政党を渡り歩いてきたアヌティンであったが、対愛国党で発生した選挙違反を理由に5年間の公職停止処分を受けた。公職停止処分が明けた後、2012年10月、党、チャワラットがこれまで務めてきた対ボコリ党党首を辞任するのに当たり、新たな党首に選出された。2019年体操選挙では、 タイホコリ島の首相候補として戦った。二千十九年七月から副首相兼保健省として就任している。二千二十年一月十三日に中国国外では初めてとなる新型コロナウイルス感染者がタイで発見されて以降保健省として人頭指揮を取っている。二月七日、マスクを配布し啓発活動を行っていたところにやってきた記者団に対して マスクをしない、欧州の観光客はタイから出ていくべきだ、アジア人は受け取るのに信じられないなどの発言を行った。これらの発言はインターネット上で差別的だと非難され、翌8日に Facebook 上で謝罪を行った。翌3月12日、Twitter 上でタイ人の90%はマスクをしているのに西洋人はしない。だから彼らの国で、 多数の感染者が出た西洋人旅行者は汚い格好をしている。注意が必要。感染を逃れるためにタイに押し寄せた欧州の旅行者は多くがシャワーを浴びないなどと投稿したが、翌日までにこれらの投稿は削除された。アヌティンは以下の勲章を受賞している。ありがとうございます。